総勢25匹史上最大規模第9回ミドル級グランプリ開幕。第4回第5回第8回優勝国産大熊型新月。第5回準優勝第6回第7回優勝ナランズ装着型先行。この2匹に迫る者は現れるのか。A ブロック出場戦中紹介。航中空母国産大熊型新月。航中発電所タランドゥス大津屋クワガタ先行。暗黒騎士ブケット二股クワガタアガリアレプト。貝の猛攻国産大熊型ナギゲンマ。貝の流浪国産大熊型春玄馬。潮咲く牙スマトラオヒラタクワガタナックル。名勝負製造機奄美ヒラタクワガタかがり火。1回戦第1試合航中発電所。バーサス暗黒騎士ブケット二股クワガタアガリアレプト。レディファイト。さあ始まりました第9回大会1回戦第1試合はブケット二股クワガタのアガリアレプト VS タランドスオーツヤクワガタの先行。さあ上からロックしてブケット、ただこれ苦しいんじゃないかな。やっぱタランドスオーツヤクワガタ前回大会からもう馬力すごいとかやっぱね見てください。足が太いんですよね。これなかなかこの体勢から第7回大会の決勝もノコギリカワタがここからガチロックしながらも全然動かせずに負けていますから、なかなかここから動かすの難しいんじゃないかなって気がしますが、なかなかどうして安定しているのがブケット。これすごいですね。軸が安定しているというか全然タランドされてるのを押し負けていない。あーすごい。いやむしろ馬力では勝っているのか。押し始めたぞ。これは持ち上げるか。どう出る。いやしかしタランドゥスとて抵抗する。ここから足とかね顎とか掴んでいきたいけどタランドゥスとしては馬力で負けている。そして上からガッチリロックしてる。これはもしかしてブケット有利の体勢なのか。タランドゥス1回戦にしてピンチ。これはどう出る。さあブケットが一気に押し込んで押し込んで持ち上がった持ち上がった。キャンサークロー炸裂。いやブケットすげえ。あーマジか負けちゃった。あーほんとマジで。キャンサークローによりブケット二股クワガタ勝利。いやまさかここで負けちゃうとはね。すごい純粋な馬力勝ち。これされたらもう何も言えないよ。あーすごいなーって。ワンクラスじゃない。すっごい圧倒に勝った。これはすげえ。次当たるのが新月だからね。こいつ勝つのかな。どうなんだろう。1回戦第2試合貝の流浪国産大クワガタ春玄馬 VS貝の猛虎国産大クワガタナギゲンマ。レディファイト。
さあ始まりました。1回戦第2試合は国産大クワガタ同士の対決、春玄馬 VS 凪玄馬。あ、右が春で左が凪ということでどっちかわかんねえな。さあどう出るか。両者ともにね、ケイン小杉杉さんからの派遣選手ということで同門対決。さあデビューの方はね、春の方が1年先輩ということで、あっと持ち上がったパワーではないというかね、春玄馬ちょっと足がもうだいぶ厳しくて、でも投手は満々で投げた、投げて、ただ投げてまだフィニッシュに至らない。さあ凪がガッと攻めかかっていく、攻めかかっていく、一気に押し込む。パワーがあるのは明らかに凪の方だ。これは苦しい。春の方はね、なかなかどうして、でも動きは本当に未だ鋭いので、どうにかしてチャンスを掴んでいきたいところ。やっぱね、足がね、もうちょっともうダメなんですよね、やっぱ長いことよ。それでもね、こんなに戦うっていうのはね、すごいことですよ。だからこそ参戦させたんですが、いやー、しかし、さあ両者ともに気を伺うといったところ、がっつりと組まない。春の方はやっぱね、もう組んだら、あ、これダメだっていうのがもう分かってるんで、どうにかいいタイミングを狙いたい。それをね、凪の方も浮かせに攻めない。さあどういう戦いになるのかな。あんま見ないですね、こういうすごいこうね、踏み込んでいかない。クワガタの戦いはね、もう踏み込んでパワー勝負っていうのが基本なんで、なかなか踏み込まない。警戒してるんだな。いや、別に決して逃げてるとか、興味失ってる、見失ってるというわけではなくて、距離伺いながらゆっくりと入っていく。なかなか見れない攻撃ですよ。ただ進まないね。どうしようか。さあだー、さあ今のところね、この凪の方がいくらか割り切って安定している。春の方はちょっと進むときにもちょっとバランス崩れてきた様子で、やっぱ廊下の営業がね、顕著に出てしまっているが、まだ諦めてないよ。触覚を動かして気を伺う。どう出る。さあ、さあ動かないねあんまり見ないな、やっぱこういう戦い。あー、ちょっと下がって、あれ、だこれ大丈夫か。なかなか踏み込まない。ちょっと離れちゃったね。あれあれあれ、見せちゃった。なんか引き分けみたいな停戦模様。あれ、踏み込まなすぎる、あまり試合が進まなくなってしまった。どうしよう。さあ誘導ちょっと入れましょう。両者やっぱ繊維はある、繊維はある。決して逃げてるわけではないが、踏み込まない。あと一歩がない。なんでだ、なんでだ。こうね、こう頭をこうちょっと振りながら、周りを多分ずらしてるっていうか、このクワガタとかのこうなんか四角をずらしてるというべきなのかな。なんつうんだろう。まあこう頭をとりあえずフリフリするタイプの個体は強いイメージがあります、自分の中で。多分ね、そのだからあんまり組まれたくないっていうポイントをずらしてるイメージ。だしかしちょっと組んでもらえないと戦いが進まない。いや本当にね、あと一歩進めば、ほら、弾いて、ゆっくり入って、が下がる。この位置じゃねえって下がってんだよね、だから。組もうとして、あー、もどかしい。なんだこれ。凪の方はやっぱ自信満々。春の方はちょっとだいぶ慎重という感じで、動きの感じ違いますが、長くなってきた。さあ、進む様子がなし。上から掴んで、あんまり長引くとちょっと判定が視野に入ってくるさあ小競り合いがゆっくりと春の方が押し込まれていく。どうにかして差し返したい。どうにかして回り込むのもいいですけどね、ぐんと押していきたい。もしかし下から入って相手の首とかをがっちり掴んで押し込んでっていう動きも考えられますが、いや、しかし、あー、どうなんだこれ。ずるずる下がっていっちゃってる。このまま行けば捕まるのか、どう、捕まっちゃうのかな。あー、どうなんでしょう。圧力をかけていき、凪の方は余裕がありますね。どうすんだ。さあ闘志は失ってないが、苦しい。これどうしよう、回り込もうとする動きですかね、これは。
なかなか今までやってきた中でも本当に類を見ない この距離からね、つやってる。しかもあの、このオオクワガタ同士ですから、オオクワガタ同士とか同じ種類っていうのは結構手が合う感じでガツガツ組んでくれるイメージがあるので、なおさらこの距離から付き合ってるのはあんま見ない。ちょっと誘導入れまして、あれ下がってしまってる。んー、これはどうしたものか。ちょっとこのまま判定つけるなら、あーっと後ろに弾かれて、このまま判定つけるならないだろうな。だいぶ押し込み、あーもう厳しいか、厳しいか。これはなぎだろうなーこれ。うん、全体的に、いや離れちゃった。ここのままずっとやってても進まないだろうな。うん、今誘導入れてるけど、なかなか両者警戒し気味で進まない。あーこれ、これは判定ですね。でなぎだよね、これずっと押し込んでたし、全体的に試合のペース握ってたのは右側です。右のなぎ玄馬ということで、2回戦進出はなぎ玄馬。なぎ玄馬優勢によりなぎ玄馬勝利。めったにない判定勝ち。いやーでもなんか年の差がちょっと出ちゃったのは寂しいところではある。1回戦第3試合、地を裂く牙、スマトラ大平田クワガタナックル。バーサス名勝負製造機、奄美平田クワガタかがり火。レディーファイト。さあ始まりました1回戦第3試合は、一気に攻めてかかるスマトラを平田クワガタナックル。ガツ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 攻めて、これね、あの日本の平田以上に勢いにおいてはね、やっぱ大平田ってすごい逃げちゃったな。あの平田クワガタが逃げて、あちょっとちょ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 、ほんと凶暴なんだなスマトラ大平田って。ギロチンバイスによりスマトラ大平田クワガタ勝利。ここまで圧倒されると何も言えねえ。すごいな、これは優勝候補なんじゃないの。2回戦第1試合、暗黒騎士ブケット二股クワガタアガリアレプト、バーサス空中空母国産大クワガタ新月。レディーファイト。さあ始まりました、タランズ装着クワガタを足したブゲットフタムタクワガタアガリアレプトは、次に現王者新月に挑む。上から掴んで持ち上げた、キャンサークロ炸裂。嘘こすげえな、本当にパワーあんだ、バケモンみたいなパワーしてる、こらーすごい。マジか。じゃあこっから土俵の外に運びたいですが、ずーっと抱え上げている。これはね、二股クワガタの悪い癖っていうか、ちょっとリングとの噛み合わせもあるんでしょうね。さあこっからどうする、新月としてはのここなんかどうにかして一回リングに戻って外したいですよね、パワーで負けてるとなると。さあどうする。いやー、まさかの王者2匹が2回戦にして全滅っていう可能性が出てきたわけで、外れた、外して下から掴んだ新月。さあ前に出て、前に出て、さあ、あれ、あ、あれ、おおおお、なんでなんで、ゲット二股クワガタ繊維喪失により
国産大クワガタ勝利。虫バトルというものが何なのかもう私には何もわかりません。はい、2回戦第2試合、血を裂く牙、スマトラ大平田クワガタナックル。バーサス貝の猛虎、国産大クワガタナギゲンマ。レディファイト。さあ始まりました2回戦第2試合は、さあナックル、さあこの試合も一気にガンガン攻めかかっていけ、斜めに入って強い、あ、すげえ、ギロチンバイスによりスマトラを平たくわがた勝利。これは強い、斜めに刺してね、ナギもすごいパワーある選手だったはずなんですけど、もう一瞬でブエッてひっぺ返しちゃう。次は相手王者新月、勝つんじゃねえかな、もしかしたら。A ブロック決勝戦、血を裂く牙、スマトラ大平田クワガタナックル。バーサス空中空母、国産大クワガタ新月。レディファイト。さあ A ブロック決勝戦に残ったのはめちゃめちゃシンプルな実力者トルクス同士の対決。斜めに組んで、すごいすごい、やっぱすごいな。うお、それまで取った、あーなんとか残った同票ギャル、すごいですね今の、吹っ飛んだよ。さあなんとか同票ギャル粘っている新月、押し返して、でもって斜めに刺すとやっぱね、あの大クワガタよりも平田の方が強いっていうのが定説なんだ。あれ動かねえ、がっちり組んだ。これはちょっとね、ナックルスマトラ平田クワガタの方が足を取っているので、これは厳しい。あー、お、いや耐えた、耐えて潜った、これ、この潜りが大クワガタの一番強い形。どうだこれを、いやさっきブケットがこの状況から持ち上げたんだけど、この形厳しいが、やっぱりこの形は新月が強い。差し返したいところ、スマートローを平手方としては、こっからさっきみたいな横から刺して足を取るみたいな動きをしたいところだが、潜っていく止まらないぞ、一気に勢いついてきた。いや顎を束ねて、力が出しにくいと思い、いやーこれすごいな、この形からでも押し込みに行く。いや外れて下からまた深く入って、きついぞこの形。スマートラとしてちょっと軸がずれましたが、それでもなかなか止まらない。いや下から入って、これはきつい、逆に顎を束ねる形で、いやーこれ強い、一気に押して抜けれるか、スマトラを拾ってくる方、あーすごいパワーある、押してぐるぐる回っちゃってるけど、いやー苦しい、土俵際
勝負あったか？まだわかんないぞ。あー逃げちゃった。いやー強い新月、ここでは盤石な強さを見せ A ブロック優勝。スマトラオヘラタクワガタ戦意喪失により国産オークワガタ勝利。いやーブロック決勝は素晴らしい名勝負。斜めから刺すスマトラとそれを潜りから差し返していく横綱新月、名勝負。いやーいい試合だった。第9回ミドル級グランプリ A ブロック優勝、国産オークワガタ新月。